まだ？信長殿ら本体が到着するには時間がかかる。それなら家康殿と諸葛丹殿を守り抜かれた。信長殿よりいただいたここの地図、それをもとに裏道を使った策を立ててあります。内容を周知徹底させました。指示はこの諸葛公宮にお任せを。敵には腕輪を持つ者もいるようだ。各所を守る皆の奮闘に期待しよう。貸してくれるか。信長殿の到着まで我らで耐え抜こう。家康様のもとに行きたいのに、敵が。すみません、どいてください。いや、家康殿は政宗殿に任せておけばいい。それより私たちは敵の指揮官を撃ってしまう。なるほど、そうすれば敵もおとなしくなってくれますね。まだ腕輪を使いこなせていないということか。どうにか倒せたようね。責任を果たしましょう。任せろ。敵将討ち取った。腕輪をつけた宗妃殿が相手だ。正直もうダメかと思ったけどな。だがこれで時間は稼げたはずだ。私には到底及ばぬお働きです。心震える感動とはこのことなのですね。接近している。敵の猛攻に備えよう。周知言われずとも分かる。柔道にも劣らぬ口やかましさじゃ。政宗さん、何かおっしゃいましたか。見事、わしが目をつけただけはあるな。敵将、そこを動くなよ。先に出してやろう。あの堂々とした戦ぶりに甘えたいわよ。あ、私ごときがすみません。耐えてくれている。だがこのまま激闘が続けば必ず耐えしのげよう。わしは皆を信じている。そして何よりお主の采配を。私のごときにそのような期待を。わかりました、この諸葛公宮にお任せを。元気が真の三国無双ね。尻に敷かれ、いや、何でもないって。あっぱれでございます。その働き称賛に値する。
ンスだ。いざ戦わん。ちょうどいい。我が知略を試させてもらおう。させていただいた。お前はここで倒す。これで勝ったと思うなよ。私には到底及ばぬお働きです。心震える感動とはこのことなのですね。俺に勝てると思ってんのか。敵の攻勢が止んだようです。門を開け撃って出るべきかと。待っておった。今こそ竜が天に昇る時よ。なんと伝えられる。セウスさん、違う世界の私たちのためにどうしてこんなに一生懸命戦ってくれるんですか？それは私にも原因があるからだ。私は利用されるとも知らずメドゥーサを倒した。やつらの企みは止められなかった。よくわかりませんが。でもわかりました。セルセウスさんは優しいんですね。そんなこと、君たちの方がよほど優しいと思う。えい、敵の指揮官ってどこにいるんでしょう？普通なら後方にいると思うが。じゃあ敵陣深くまで切り込まないとですね。いい計画。突破口は足で開くべし。おや、ここまで乗り込んでくるとは。私の美しさが敵を引きつけてしまったようです。ほら、救いの手だ。いや、でも、ただ者ではない感じ。もしかして、この人は。ああ、彼が指揮官らしいな。私たちを狙う竜の付け所は見事ですわ。ですが、我が君のためここで消えていただきます。軽いに大役を演じるはずが、こんな形で舞台に降りることになるとは。我が君、申し訳ありません。指揮官を倒し、これで敵の足並みは乱れるだろう。本能寺を守り抜いた。タイム。預かりし要所、敵に渡すことなどできませぬゆえ。せっかくの地獄、私も楽しませてもらうわ。全軍参加して将を叩くんじゃ。人に任せきりで長引いては面倒。私が肩をつきます。信長様が近づいています。ヨネネさん、俺を行かせてください。ヨネネ様、逃げなくすんじゃねえ。ヨネネ様、俺も行きます。二人とも働き者のいい子だね。気をつけて行ってくるんだよ。あっぱれでございます。その働き、賞賛に値するか。えい、この天然は俺が混沌に守るのである。お仕置きよ。信長様さえ倒せば敵はおとなしくなるじゃろう。みな、狙うは信長様じゃ。待て。ほら、救いの手だ。猿が来た。信長が可愛がってやろうぞ。あら、他にも懐かしい顔があるわね。
からかってあげるわ。ダチョウ、会いたかった。今度こそ私のものに。こんな時に。みんな、アンギコーが助太刀に参りましたぞ。かなり目立ったよな。孫権殿の命によりこの両使命も参戦する。大変、みんなやられちゃってる。王様、私も行ってくるよ。よし、ここはわしがどうにか守っちゃう。ネネ、あいつらを頼んだで。アテナが出てくるのは面倒だな。私が相手をしよう。ナオトラ殿は別の敵を頼む。わかりました。私は前線で敵を止めます。覚えた。最後にお前の首を取るのこの私。アテナ、狙いはこの私だろう。ペルセウス、望み通りすぐに下してやる。ミノちゃん、わしが目をつけただけはあるわ。もっと援軍を送ってくれ。敵の増援を抑え込むのだ。諸葛丹殿の劇に将兵の士気も上がっておる。数で負けていようとも必ずや押し切れよ。5人の奥にいれば俺も誰かの視界に入れる。よし、いっそもっと目立ってくれ。助けてよ。今のわしや信長様にはかなおうか。果たしましょう。元気が真の三国無双はね。尻に敷かれ。いや、何でもないって。皆幸い見させていただいた。どれだけ愚行を重ねるのだ。信長、いい流れね。